全校児童116人がみんな集まって給食を食べる百合浜町の泊小学校今日のメニューはウニとサザエそれにワカメと海の幸たっぷりの藻場の恵みご飯ですこの紫ウニ数年前から鳥取県沿岸で大量発生していて実はちょっと厄介なウニなんです 紫ウニは温暖化により海水温が上昇して大量発生海藻の新芽などを食べ尽くしてしまうため海藻を餌とするアワビやサザエが激減してしまうほか藻場がなくなり魚が住めない磯焼けの海底を広げてしまいますそのためサザエなどが育たなくなる影響も広がりましたいただきますを言い,ましょういただきます 駆除した紫ウニはスカスカで食用には向かないとされていましたが日本財団の海と日本プロジェクトとして鳥取県漁協などがキャベツやブロッコリーを餌に地元で養殖に取り組みおいしい食材に育て上げました子どもたちも地元で育ったウニやサザエを味わっていましたすごいおいしいですえっとおいしかったですウニが分かりましたかはい。 泊小学校の5年生はウニと豊かな海について学んできました今日は大量発生したウニはもを奪い合うからスカスカだけどきちんと育てればおいしいウニになると発表し給食もひときわ味わい深くなりましたみんなに知っててほしいいと感じています豊かな海を守る心が大人から子どもへと受け継がれていく ウニ給食となりました。